こんにちは。今日の講義は書籍、国民の違和感は9割正しいです。この本は現代社会において我々が抱く違和感の正体を探求し、その背後に潜む真実を解き明かす気鋭の国際ジャーナリストによって執筆されました。我々は日常生活の中でテレビや新聞、政府の情報に触れることが多いです。しかしそれらが正しいことだと言われても、時折もやっとした違和感を覚えることがあります。本書はその違和感が実は9割が正しいものだと主張します。著者は丹念な取材と調査を通じて、地震や戦争、政治、経済、医療、食、エネルギーなど幅広い分野における違和感の裏側に迫ります。そしてお金、人事、歴史の3つの視点から現代社会の矛盾や不条理を暴きます。一つの例として、戦争よりも感染症よりも恐ろしい存在として偽情報という爆弾が取り上げられます。また世界トップの水道技術大国であるにもかかわらず、なぜ日本の水道管が老朽化しているのかといった不思議な事実も紹介されます。さらにスマートシティが支配されても幸せに暮らせるかどうか、政府や企業の動きによって私たちの生活がどのように変わっていくのかといった重要な問題も掘り下げられます。この本は我々が当たり前だと思っていたことに対して問いかける勇気を与えてくれます。そして陰謀論として扱われることもある疑問や違和感を客観的な視点から検証し、真実を追求することの重要性を訴えています。著者自身も国際ジャーナリストとして日米を中心に世界の政治、経済、医療、教育など幅広い分野で活躍しています。彼の独自の視点と鋭い分析は多くの人々に影響を与え、社会に対する新たな考え方を提供しています。この書籍が読者の皆さんに新たな視点を与え、自らの考えを深めるきっかけとなることを願っています。我々が抱く違和感の正体を追求し、社会をよりよく理解するために、この本をぜひ手に取ってみてください。この書籍がもたらす可能性は大きいです。その中でも特に注目されるのは、我々が日常生活で直面する矛盾や不条理に対する新たな視点を提供することでしょう。この本を読んだ人々は自らの違和感や疑問に向き合い、社会に対する批判的な視点を養うことができるでしょう。またこの書籍が引き起こす議論は、様々なトピックやテーマに連鎖的な影響を与えるでしょう。例えば政治や経済、環境、メディア、健康など様々な分野での議論が活発化することが予想されます。そしてこれらの議論が社会全体の意識を高め、ポリシーの変革や個人の行動の変化を促す可能性があります。この書籍がもたらすメリットは、単なる情報の提供にとどまらず、読者の思考を刺激し、行動の変容をもたらすことにあります。人々が自らの違和感や疑問に向き合い、それを解決するための行動を起こすことで、社会全体がより健全な方向に進む可能性があります。さらにこの書籍が関連するトピックやテーマへのリンクを提供することで、読者はさらに深く掘り下げることができるでしょう。彼らは新たな視点を得るだけでなく、それを実践に移すための具体的な方法を見つけることができるかもしれません。この書籍が社会に与える影響は大きく、長期的な変革をもたらす可能性があります。人々がより批判的な思考を身につけ、自らの行動に責任を持つようになれば、社会全体がより公正で持続可能なものになることが期待されます。したがってこの書籍が持つ可能性は非常に大きいです。それは単なる一冊の本にとどまらず、社会の変革や個人の成長を促すきっかけとなるかもしれません。読者がこれらのアイデアを受け入れ、行動に移すことで、より良い未来を築く手助けとなるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康であることが良い判断や行動をするための基盤であり、美容にも健康が密接に関連しています。体が健康でなければ心も健康ではありません。そのため読書や勉強に取り組むだけでなく、自分の体の健康管理も怠ることはできません。ここでライザップの2つのプログラム、ライザップ結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンについて紹介します。これらのプログラムはダイエットだけでなく、
健康管理にも特化したサービスです。まずライズアップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントを提供しています。30日間の無条件全額返金保証や完全個室のプライベートな空間など、利用者のニーズに合わせたサービスが充実しています。このプログラムはこれまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムで、無理な食事制限なしで健康的に痩せ、リバウンドしにくい体作りができます。次にライズアップウーマンは、女性専用のプログラムとして、自分史上最後尾のボディラインにコミットするためのプログラムを提供しています。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなども含み、個々の目的と状態に合わせたオリジナルのトレーニングメニューを提供しています。また低糖質だけでないお食事管理や美容マシンを使った脂肪燃焼や美肌効果も取り入れています。これらのプログラムは、健康的な体づくりや美容に関心のある方々にとって理想的な選択肢です。食事やトレーニングを専門家の指導の下で行うことで、効果的に体重管理や美容の向上が期待できます。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。